気な若いやつだった。ああけど一緒の時間過ごすうちに悪くないやつだと分かってきた。あなたはすごい先輩だけど本当めんどくさかった。けど何回も怒られてるうちにいろいろ意味が分かってきた。自分だけじゃ叶わない扉を一緒に開けれたのを感じた。昔の自分を思い出す壁を越える瞬間を目の当たりにして胸が躍り出す。同じとこで何度も頭打ってうまくできない自分に腹が立つ。あなたの言葉で俺はまた俺はまた奮い立つ。教えながら自分も最初は反発してたけど教えられることが多いことに気づいた。大事なものが受け継げた時こんなに嬉しいんだと初めて知ったんだ。誇りをくれてありがとう。お前がいたがいたから得れたものがあるよ。これが人生の財産になるよきっと。今を素直に感謝しよう。実は俺も先輩に習ったんだ。それらの教えがなけりゃ今の俺もなかったんだ。自分を育てた貴重な出会い教わったものを大事にしてこれをまた誰かに伝えたい。